うわー、すげえ。すいません。うわ。すげえ。制度にするのか、社会保険なのかっていう議論を真剣にしないと、これ解決できないと思います。よく聞く議論で、いや、もっと無駄遣いやめて、その金を回せと、例えば道路特定財源で使う。すごい地震が今起きました。ちょっと手が震えてます。だからやっぱり、いずれは消費税。なんだ、何をしたいんだ、俺は。ということで、なんなり増税はですね、これ致し方ない。例えばやっぱ医療費がどんどん上がっていくわけですけれども、本当に年を取ってくるといっぱいかからなきゃなんないです。ああ、すげえ。いろんな整形行ったりいろいろと。うわ、電話もかかりません。薬代の問題とか、じゃあすごいこう高度な医療の時はと、ものすごく強い揺れでした、今のは。的な医療の医療制度としても同時に、テレビは改革してってもらう。うわ、番組の途中ですかとは言わないのか。しかありません。あ、言ってます。ああ、怖かったです。今のは震度 5ぐらいあったんじゃないのかな。4じゃないですね、これ。午前8時43分ごろ東北地方で地震がありました。午前8時43分ごろ東北地方で強い地震がありました。震源については気象庁で調べていますが、仮に震源が海底ですと津波の恐れがあります。揺れが強い。うわ、震度6、6プラス、怖かったです。念のため津波に警戒してください。以上、レポートもクソもないんですけど、終わります。